はい、そしたら、今から患者様のお声をいただけますってことでよろしくお願いします。はい、そしたらまずですね、日頃されてることと、趣味だったりとかもしあればお願いします。あの主婦なんですけど、はい、そうですね、自分で好きな活動を外でしています、うんうんうん、で趣味っていうか、うんうん、お料理も好きだし、うんうん、それから結構読んだり書いたりすることは好きです。あ、読んだりとか書いたりする、はい、はい、ガーデニングというか、あ、お外でもね、お外でガーデニングも好きだけど、うん、まあ、気が多いんでいろんなことするのが好きですいろんなこと好きってことですね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、今回は A さんという形でお名前呼ばせていただければと思うんですけども、はい、まあ、A さんはですね、当院にいらっしゃる前っていうのは、まあ、こうどんな症状でお悩みだったでしょうか。そうですね、もう3年にはなると思うんですけど、うん、ぎっくり腰をしたのがきっかけで、はい、それまで体のこと全然考えなかったんですね、うん、外で結構活動的に動いてたんで、はい、自分は元気が取り柄だぐらいにしか思わなかったんですけど、うんうん、ある日ぎっくり腰をして、はい、うん、これではいけないということで、うん、それからぎっくり腰になったんで、はい、整骨院に行かざるを得なくなって行ったんですけど、はい、なかなか思うように、うんうん、自分の体が治らなかったんで、はい、うん、まあ、何箇所かぐるぐる回って、うんうん、最終的にこちらの先生のところに来ました。なるほどですね、はい、実際そのぎっくりをしてこう、はい、どんなことをすると、なんだろう、影響があるというか、痛くて困ってたっていう感じですかね。もうもちろん立ったり座ったりも若干痛かったし、うん、それからもうなんていうんですかね、常に立ってずっと立ち続けると、うん、もう背中がずっと痛いっていうことで、はい、もう痛みがもう走ってるんで、うん、これを治したいっていうのはありましたけど、はい、なかなかいろいろ言ったけど、うん、治りませんでしたってことですね、はいはい、で、まあ、その悩みっていうのを解決するために、はい、具体的にこうどんな治療を受けたとかって覚えてます？治療っていうか、はい、まあ、いろんな先生が、うんうん、こう整体の先生だからされるんだけれども、はい、うん、なんか痒いところに手が届いてないような感覚はありました。ありました、うん、でもまあ、うん、乗りかかった船で、まあ、もうちょっと行こうかみたいな感じで行ったけれども、うんうん、いろいろ、うん、これ以上行っても変わりないなっていう感覚だった時に、はい、まあ、YouTube で、うんうん、こちらの松尾先生に出会って、はい、あ、こっちの先生ちょっとぜひ行ってみたいなっていう感覚があって、はい、訪ねてきました。なるほどですね、はい、ありがとうございます。まあ、YouTube 見て来てくださる方多いんですけど、 YouTube のどんなところでこうなんか来てみたいなと思ったとかありますか？そうですね、うん、こう先生のおっしゃる、松尾先生のおっしゃることがすごく理にかなってたし、はい、うんうんうん、あ、なんかこの先生だったら直していただけるんじゃないかなっていう感覚があったんで、うん、はい、とりあえず行ってみたいなと思って、はい、もう飛び込んできました。ありがとうございます今回今までね、来る前は筋肉とかね、たくさん施術を受けられてたんですよね、はいはい、で筋肉とかでは治らず、まあ、最終的にはやっぱ関節が、はい、まあ、問題だったっていうことと、はい、あとは内臓の問題もありましたね。はい、はい、そうなんです。そうそうそう、はい、まあね、昔ちょっと大きい病気だったりとかがあって、はいはい、その部分がちょっと残ってて背骨の硬さが生まれてて、はい、まあ、痛みが出てたっていうのが今回だったと思うので、はい、まあ、これを見てくださってる方も筋肉をしたけどもなかなか良くならない人多分いらっしゃると思うんですけど、まあ、筋肉だけじゃないよってことが今回分かったんじゃないかなと、はい、そうなんですよ。もう忘れてましたもう本当大事なことを、もう他の先生はもう本当筋肉をゴシゴシやられるだけだったんだけど、はい、もうこの先生は内臓関係があるということを言われたのが本当に目から鱗で、はい、あ、ここまで見ていただけるんだっていうんで、もう本当にお願いしようと思いました。なるほどですね、はいはい、まあ、ちょっとお話重複するかもしれないんですけど、はい、実際にこ うちのカウンセリングだったりとか、はい、まあ、施術とか問診っていうのはどうでしたか？はい、とても良かったです。良かったですみたいな。分かりにくいかもしれませんけど、はい、なんか安心感がある。はいはいはい、うん、本当にこう、ちょっとお任せしてやって、見たくなるような雰囲気がありましたので、うん、はいはい、うん、今はもう本当、
お願いしてよかったなと思ってます。なるほどですね、はい、ありがとうございます。まあ一つだけ、はい、お聞きしたいんですけど、はい、まあ、いろいろ治療院さん今までも行かれましたし、はい、でうちに来ていただいた中で、はい、一つだけここはこれが違うなっていうものがあればちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、他とうちって何が違いますか？あ、そうですね、うん、なんか優しく触られるような感じがするけれども、はい、効き目抜群で、はいはい、本当に私の体に合ったところに手を届かせて、うん、こう治療していただいてるっていう感覚があります。なるほどですね、うん、なんかそれはなんか先生が特殊な技能をお持ちのような感じ、うん、お持ちだということも聞かせてもらったので、はいはい、そういうこともあるのかなと思いました。そう、もうね、手から魔法をいつも出してるんですよ手からね、っていうのは冗談ですけどいいえ、まあ、刺激量はね、本当人によって強さって、うん、強すぎてはいけなかったりとかもするし、逆に弱すぎてもダメだから、やっぱ体の反応を見ながらその人に合った刺激でさせていただいているという形ですね。はい、で、まあ、これを見てくださっている方っていうのは、まあ、腰痛だったりとかで、まあ、A さんと同じようにいろいろこう筋肉やってみたりとか、腰に電気を当ててみたりとかいろいろやってやっぱ改善しなくて見てる方が多いんですけど、まあ、ふっかり人へ、見ようかな、でもどうしようかなって悩んでる人がちょっといらっしゃるので、その方たちに対して何かメッセージがあればお願いいたします。あ、そうですね、はい、もうとりあえず来てみてくださいとしか言いようがないんだけれどもまあ、今まで悩んでて、うん、こうあちこちこう近くだったりとかね、うん、まあ、お手頃なお値段だったりとか、うん、まあ、そういう感覚で、まあ、私も最初は選んでたんですけど、うん、でもやっぱりその本当に自分の体を治していただけるっていうところじゃないと問題が解決しないっていうことが分かったんで、うん、もう遠くてもやってきました。あ、ありがとうございます、はい、もうね、どんくらい払ってますかね、電車って言ったらそうですね、うん、電車は1時間乗ってます。そうですよね、はい、いや、もう本当ありがたいなと思ってますので、はい、ありがとうございます。いえ、こちらこそ。はい、まあ本当痛くて悩んでらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、筋肉が原因の人も当然いらっしゃいますし、それだけじゃなくて関節の問題の人もいますし、内臓だったりとかいろいろ考えられることがありますので、まあいろいろやってみたけどもし改善しなくて悩んでる方で、もし復活に来れる方はぜひですね来ていただければなと思いますので、はい、そしたら今日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。